ポップミュージカルってジャンルを僕は作った。で、そこで作ってきた7年間っていうのは、やっぱり挑戦に次ぐ挑戦だったわけ。だから、ものすごく荒いものもあったし、それをもとにエナジーっていうのはね、一つ一つの技を、例えばボディースラップだったり、アースタップだったり、縄跳びとか、跳び箱とか、それをとにかく完成形にしたい。だから、すごいと思う。それを世界に持っていきたい。というのがエナジー。